でしたっけ、さっきのご質問は。皮、シャ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 って。はい。どうやってね。そういう使い方ができるの。ここ見えてないでやってるわけですからね。あれながらなかなかのテクニックだと思いますよ。見えてないんだから実は。あ、見えてない。見えてないんだから。ぼんやりしてるんですよ。料理用に使ってるんですけど、はい、バッグによく似たナイフ、はい、バッグのナイフですかって聞かれたんだけど。バッグのナイフって何ですか。フォールディングナイフで有名な、ちょっとこう真鍮使ってて、はい、こういう形でこういう。あ、知らないです。でかいトマト。これはっきり言いまして、今日大事故が起こるかもしれないですよ。このサイズのトマト。それ一口無理ですね。何を言ってんですか。何のためにここに来たんですか。先にちょっと保険を。何のために頑張って、今日まで頑張ってきたの。あ、これでかいから2つかな、3ついけないかな。ついてないです。あ、でもうまそうだな、焼いた。超うまいですよ。これもしかして僕やっとトマトベーコンの中で一番でかいかも。3つ切るな。これ3つ食ったらつくるさん腹いっぱいになっちゃうんじゃない。ああ、そう。2つでいいか。2つでいいっすよ、2つ、うん、2つでいきましょう。で、明日の朝スープにしよっか。ああ、ベーコン、ベーコン切れちゃった。安いベーコン買ってきたから食っちゃおう。あ、ベーコン生で食った人初めて見る。ベーコン生じゃないでしょ、これは。生じゃないんですか。だって燻製してあるんだから。あ、これ、うん。あ、じゃあもうこれをこのまま食べるんですか。あ、食べれるんですか。食べれる、食べれる、もちろん。うん、徳さんやっぱり、ね、途中ずるってくる。ああ、ひっくり返っちゃいます。うん、どうかな、大丈夫かもしれないけど。徐々にっていうのは心がけないと。穴が大きくなっちゃうからってことですよね、最初。そう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 、はい、刺すとね、この感覚、言ってることすごくわかるんですよ。ここが重くて、そう、ここがスポッと軽くなるっていう、はい、さあ、トマトベーコン、これを焼きましょう。くるくる回るよ。あちちち、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 よいしょ、うん、よいしょ、さあいいでしょう。ナイト、あ、これじゃない。ナイト開かないか。これ使います。じゃあ、それ使います。ナイフ開けますか。これいいっす。ちょっと一回やってみて。はい。じゃあ皆さん、今日つくるさんとね、昼間から楽しい作業いろいろやりまして、まあ、やっと乾杯のタイミングになりましたので本当に申し訳ないですが飲ませていただきます。じゃあ乾杯。乾杯。つくるさんに乾杯。お疲れ様です。このひとときのために今日も頑張ってきたなっていう感じですよね。うまい。うん、うまい。うますぎ亮太郎が出ちゃう。うますぎ亮、うん、初めて聞いた。あ、本当ですか。うますぎ亮太郎。知らない。そうですか。え、なんかキャラクター。杉亮太郎ご存知ですか。あ、そうです。あ、そういうことか。杉亮、はい、あ、はいはい。
まあ、あら、オールドファウンにはね、たまらない魅力だから、杉さんと。トマト裏返せると思うんだ。ああ、そう。こうやって昔からなんか普通にある料理なんですか、トマトベーコン。どうかな、居酒屋なんかではあるかもしれないけど。なんか、新屋さん以外でやってるのあんま見たことない。そうですか、はい、考案ってわけではない。僕は居酒屋で最初食ったんですよ、これ。で、めちゃくちゃ甘くて、僕トマト好き、ベーコン好きでしょ。だから、これいいなと思って、で、ある日キャンプ行くときに、はい、あ、やってみようと思って、うん、トマトと、それからあのベーコンとね、うん、買って巻いてやったら全然、こっちの方がうめえじゃんみたいな。ちょっとその時はあの炭用のコンロ持ってて、炭火で焼いたんで、うん、あ、ま、あの焚き火やってるとこ申し訳ないけど、炭火の方がうまいな。あ、そうなんですね。はい、炭火の炭火の上でこう網で焼くと油が下落ちるでしょ、はいはい、その油がブワーって煙出るでしょ。 あれがすっごくいい香りになるんで、まあ、何でもそうですけど、はい、あの焼く時に出た油の香りなんですよね。うーん、炭の香りじゃなくて超絶美味しくなるからうん、でこれだとちょっと焚き火の下に落ちて、その煙、あの油の煙じゃないんですけど、ちょっと焚き火の場合だとやや燻製っぽくなるんですよね。はい、はい、で樹種がちょっとあの広葉樹でね、クヌギとか使ってる香りもいいんだけど、今ヒノキだから、はい、ちょっとタール分が多いでしょ、針葉樹はやや苦くなるんだよね。ただダコタピットは煙があんまり出ないから。あ、そうですね、うん、まあ大体焼けたと思いますので。うまそうですね。うまいのは間違いなくうまいんです。ただ勇気が試されるってだけ。これもう一口じゃなくていいですよね。一口じゃなきゃダメだって。何回言ったら分かるの何回言わせる。これ絶対無理です。よし、じゃあ皆さんね、これいたーちち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 ち、これ見て、あー、もう暗くなっちゃうんだよな、こっちだと。見てもらえないわ。あち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 。じゃあトマトベーコンいただきます。一口でいってよ。でかい。で無理じゃない。おお、あかん、あかん、あいてる。おお、こい、熱っ。おお、あっち。これ無理っすね、一口。ちょっと、うん、うまい。でもうまい。うん、あっけ。うわ、うまい。めっちゃ熱い。何やってんだいや無理です、僕上品なんで無理です。そうですか、熱っ。あ、ほんと熱い。本当に熱いですよ演技じゃないんだから。でもほら強火で焼いたから芯の部分はそんなに熱くなかった。熱いっすね、うん、粘膜持ってかれちゃう。つくりさんだったらこれ2個で結構腹パンなんじゃない。なるかもしれない。この後キムチ鍋待ってますあ、焼肉もあるよこの後。あ、いきます。あ、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 おー、こっちの方が赤い。こっちの方が赤い。赤い。うん。トマトでかすぎるって。買い出しするときにね、もっと小粒のトマトもあったんですよ。だけどでかい方が絵的に面白いんじゃないかってね、こっちにしたんですけど、これだから映像にこだわってる人っていうのは。うちの粘膜なんかどうなってもいいと思ってるのかな。で自分は上品に安全第一で食べてるもんね。いや無理、これ本当無理って分かりました。すぐ。ああ。ビールがタランティーノ。あ、そこら辺はざっくばらんに僕も喋ってていい？あ、いいですよ。
むしろほら、あのつくるさんがどんな取り方してるかみんな見たがっちゃうだろうから。ああそういうことですね、うん、いやでもそんな特殊なことやってないんで、じゃあ2本目僕はいただきます。そう、毎回作るのも楽しみだから。そうですね、まあこういうぐらいだったらいいですよね、うん、まあペグとかもそうだし、なんか現場に落ちてるものを使って、うんうん、で道具を作ってね、うん、それで楽しむっていうのがまあこのブッシュクラフトだから。そう、確かに。じゃあ焼肉やりましょう。おー、手が熱い。ジュージューいきますよ。見てこれ。いいですね。まずおかけになって。うわお。おお。うまそう。うまそう。とりあえず一個食ってみましょう。はい、はい、どうぞ。ああ。あ、落ちた。非常に残念なことが起こりまして、僕の分のトントロ掴んだらポロッと落ちちゃって炎の中に、うん、どうですかお味は。うまい、うまい、食いてトントロがですね、早く焼けてくれないと僕が餓死寸前ですから。音がたまんない。いや、福井さん食ってるからでものんきなこと言ってるんでしょ。僕音だけなんだな、さっきから。さあ、じゃあ僕もトントロいただきます。うん、なるほど、しょっぱ。ああ、地主さんが差し入れを持ってきてくれまして、思わず確かに食材足んねえなって言ってたんですよ。でこの後、まあ鍋してそこに米ぶっこんで、で雑炊にして食っちゃえばまあ腹収まんだろうぐらいの感じで、ね、めちゃくちゃすげえ美味しいものいっぱい持ってきていただいて、これ六辺に肉を漬け込んだものらしくて、こちら合鴨、これはカモ、うん、合鴨のスパイスを、はい、あの焼いてきた。これお店でも出してるやつですよね、あのお通しとか、はい、これめちゃめちゃ美味しいのだけど、地主さんは自分では食べないのこれ。あ、そうなんですか。匂い嗅いで、これすもうすごい、すごい精力。手であの皮を剥いて、男しかいないのにこんな勢力つけてどうすんだろうって。じゃあ、あれこれやりましょうか。あ、チン。乾杯。はい、じゃあちょっと待ってください。はい。あ、すみません、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いらっしゃいました。ありがとうございます。乾杯。じゃあどうも乾杯。乾杯。うん。あ、うまい。あ、うまい。あ。これもっと火持てばよかったな、あれ本当は、うん、これじゃなくて、うん、いつもみたいにあの上に樹木にやってた、うん、これちょっと面白いんで、ダコタファイアピットっていうスタイルで、うん、まあこれ作ったからこれで今日よりやろうかなんて言ってた、うん、うちのあそこに薪いっぱいあるんだから、うん、いただきます。美味しそう。
あの巻き何でしたっけ、うん、白菓子菓子ね、うん、あ、美味しい、美味しいです、これ、うん、すいません、合鴨もいただきます、めちゃうめぇ、うん、本当は、野菜類とかなんか持ってくればよかったんだけどな、はい男しかいないから肉だけあればあ原木しいたけだな多分それどんこって種類なのかしらいやどんこってのはあの開かない前で肉厚のやつを言うんだよあそれのどんこって言うんだ、うん、俺どんこって言うとあの釣りで、うん、吉野堀みたいなハゼみたいなあの黒いのね、うん、そうそうあれは味噌汁とか、うん、あの煮て食べるとうまいそっか、僕食ったことないじゃん可愛くてあれ水槽で取れれば育てるんですけど、うん、食ってうまいでしょうね、ハゼの仲間だもんねこれ一回もう動画止めようあそうですね、うん、お上品に喋ってなきゃならないかと思うさあ、地主さんお帰りになりましてまあ、いろいろおつまみを頂戴しましたので結構お腹いっぱい食べてます。お腹いっぱい。まだね、これから、いろんな、お話をね、二人でしようと思ってます。いろいろ悪口三昧言おうと。ああ、そうっすね。いや、誰だ。陰口でやろうと思ってます。陰口。面と向かって言うのは、まあね、人間関係がまずくなっちゃうんで、陰で言うのが一番いいんですよ。陰口っていいんじゃないですか。陰口だったらいいんですよ。セーフ。これはセーフ。あ、セーフ。じゃあ、あの、まあ、我々はこれから夜がますます更けるまでね、飲み明かそうと、語り明かそうと思ってます。また明日の朝お会いいたしましょう。おやすみなさい。おやすみなさい。皆さん、おはようございます。今ね、朝の6時ちょっと過ぎたぐらいです。まだ森の中は薄暗いんですが、まあ、今僕は自分に照明当てているから、ね、明るくなってますけど、こいつね、例によって快適な寝心地でした。気温はやっぱり5、6度ぐらいまでは下がったのかなと思いますね。この3シーズン用のシュラフでちょっと寒かったかもしれないですね、まあ、でも寒くて眠れないというほどじゃなかったかなもう次のキャンプからはちゃんとした冬用のシュラフ使わないと寒くなっちゃいますね朝毛の用意でもしましょうかよしThank you.
熱いよ。改めましておはようございます。今コーヒーを入れました。ああ相変わらずうまいな。たまらないですね、このキャンプの朝の一杯のコーヒーっていうのは。これが飲みたくてキャンプやってるようなもんだもんね。うん、あー美味しい。つくるさんはね、まだぐっすりお休み中なのかな。全然音がしないけど生きてるよね多分。今時間はね、朝の7時をちょっと回ったところです。まあつくるさん来てからまたね多少おしゃべりもすると思うんですが、昨日打ち合わせをしまして、で今日はまたね朝ごはんはここの地主さんのお店まで行っておそばを食べさせていただこうということになったもんですから、あんまり朝たくさん食べちゃうとねおそば食べられなくなっちゃうといけないので、まあお茶だけ飲んで後片付けしていこうかみたいな打ち合わせを昨日したので、つくるさんがよっぽど腹ペコペコでない限りは朝ごはん今日作らないかなと思うんですけどね。まあ夏の間しばらく泊まりのキャンプはやらない時期ありましたけど、まあ、秋になってねいよいよキャンプシーズンですから、久しぶりに、まあ、今日はコラボキャンプですけどキャンプしてみてね、またあのキャンプのワクワク感がやっぱり蘇ってきますよね。ああコーヒーも美味しいし、どうしてかな、家で飲んでるのと全く同じ銘柄のコーヒーなんだけど、くくさのせいかな、雰囲気かな、それともう自分の心持ちかな、もう格段に美味しく感じる。今日もいい天気です。多分快晴です。本当天気に恵まれて今回はね良かったです。今日はね、この後お蕎麦を食べに行くので朝ごはんはなくてもいいかなんてつくるさんとお話してたんですけど、まあ、昨日の残りのねトマトとかみかんとかあるから、まあ、これくらい食おうかなと思ってます。どうも改めましておはようございます。おはようございます。本日明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。まあ今もうだいぶね焚き火やりながらひとしきり政治経済について語り合ったんです。我々そういう固い話が好きですから。これ顔認証をつくるさんばっかりしてるんじゃない。あ、本当だ、すいません顔認証返してくれ。こうしてこうすればいい。あ、来た顔認証が、まあ、皆さん何のことやらと思うんですけどね顔認証がつくるさんの方行ってて僕の方来ないんですよね
そのカメラは僕を認証してもらえたんだね、僕のカメラだから。食いますか。はい、はい、あ、じゃあ、いただきます。リコピン取ってください。今7時過ぎたぐらい、もう8時ぐらいになります。あ、そうですね、8時ぐらい。普段の生活だと8時って、うん、まだ朝じゃないですか。皆さんも多分そうでしょ。まあ、こういうフィールドに来てると8時というとそろそろお昼どうしようかなって考えるわけですよね、うん、まあ我々もね、子供の頃から5分前行動とかよく言われましたけど、まあこういうところでは3時間前行動が原則ですから、3時間前に準備始めないと12時1時ぐらいに飯食いたいんだったらもう朝からある程度用意しとかないと、昼飯と夕飯と晩飯とが一緒になっちゃいましたね。ここで動画終わりにしようか。片付けも撮ろうかな。片付け撮るとまたディスられるかもしれない。ああ、そうですね、この辺ですね。うん、あ、皆さんちょっと2バージョン撮って。また顔認証が向こう行った。あ、本当だ。なんで目鼻立ちがはっきりしてる。鶴さんは開きます。あ、来た、戻ってきた。顔認証撮らないでくれる。なんだろう、なんで。多分このメガネのせいなのかな。帽子かぶってると帽子のつばでここ暗くなるでしょ。そのせいで認証しにくくなっちゃうのかな。まあカメラがあんまりいいやつじゃないっていうね。じゃあ皆さん、あの一応ファーストバージョンでここでさよならバージョン撮っときますから。今回ね、2回目ですね、つくるさんとキャンプさせていただくのは。夜中まで語り明かしまして、まあ、あのつくるさんに日本の政治のいろはの意についてレクチャーしまして。なるほど。この話題面白くないな。なんか際どいとこですよね、政治の話。面白くないな。なんか、まあ夕べね、ある程度お酒飲んで結構酔っ払っちゃったんで、飲んでるうちに体熱くなってきて、2人でダンスしようってことになったんですよ。でもカメラも止まっちゃってるし、何やっても OK ですから。ここ誰もいないでしょ。で、2人でチンコしてブルンブルン振りまして、チンコダンスね、皆さんに見せたいけど見せられないっていうね。面白かったらね、チンコにリボンをこう縛り付けてどっちの方が振り回せるかっていうね、そういう遊びを。あ、趣旨のある動画じゃなかったです。これもダメ。で、何を言えばいいんですか。皆さんね、はい、私は皆さんに喜んでもらおうと思って喋ってるわけですからね。言ってること全部嘘ですから、私はね。嘘ばっかり言ってるんです。もう嘘つきです。はい、ハゲの嘘つきです。もうこれでいいでしょ、カミングアウトしたんだから。帽子取ったら大変な放送事故になる。放送事故、 YouTube 事故起こしたんですよ、帽子取ったらね。チブが出ちゃうわけです。じゃあもういいです、私も。はい、今片付けも終わりまして、もう綺麗に何の痕跡もない状態にしました。つくるさんのおかげで今回も楽しいね。ありがとうございます。いろんな裏話をお互い暴露し合いながら楽しいキャンプができました。はい、それでは皆さん、また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。さよなら。